数も参考になれば嬉しいです。今日は第3回目エネルギーが不足しないようにしましょうというテーマについてお話しさせていただきます。タンパク質を減らしただけだと同時にエネルギーも減ってしまうので栄養不足となります。またエネルギーが不足すると体のタンパク質が壊され老廃物が多く生成されてしまいます。タンパク質を適量に抑えエネルギーを十分に取るためには油や砂糖を上手に利用することが大切です。1日の目安は標準体重あたり30から35キロカロリーです。糖尿病、肥満がある場合はこれより低めの設定をします。食事のポイントについていくつかご紹介します。ピラフやチャーハンなど主食を油で炒めましょう。マヨネーズ、ドレッシング、ごま油を利用してエネルギーをアップしましょう。天ぷら、フライなどで油で揚げたメニューを1日1回加えましょう。一度揚げたものを南蛮漬けやマリネなどにするとさっぱりと食べられます。また煮物を作る場合は油で炒めてから煮るのがおすすめです。おやつとしてはゼリー類、シャーベット、飴がおすすめです。アイスクリームやショートケーキはタンパク質が多く含まれているので注意が必要です。ホスピタルクッキングではおやつに最適なデザートのレシピもご紹介しております。参考にしてみてくださいね。次回は水分をコントロールしましょうというテーマについてお話ししたいと思います。ありがとうございました。